はい、水口です。今ね午後3時過ぎなんですけど、気温が20度で、このカシミヤセーターの撮影でナビちゃんがね、はい、あの公園に向かってるんですけど、 20度でちょうどいいね。今下にあの T シャツしか着てない感じなんですけど、まあこれで程よい、まあ、もうちょっと寒くなっても大丈夫だし、まあ中にロンティーとか着たらね、僕の感覚では5度6度ぐらいまでこのセーターだったらいける感じですね。で今こあタンクトップなんですよね。こっからじゃあ四角気をつけて、こっから素肌なんですよ。要はこの腕の部分素肌、やっぱりカシミヤだ、カシミヤだから、しっかりつけてチクチクせず着れる感じ。これすごいね。はい、この何ザボンかな。ユズですか。いやユズはこんなんなこんなでかいユズない。これザボンとかじゃない。すごいな。これ最初数が少ないんで、うちのVIP会スタートでね。はい、予約取りたいなと思っていて、12月12月の中旬から下旬ぐらいにかけてかな、だと思うんですけど、予約を取っていきたいと思います。あとね、 10月はさ、アウトレットセールたくさんね、はい、買ってくれてありがとうございました。結構いい数でしたね、なおちゃんね。そうですね。ね、発送もたくさん送っていて、はい、で年末まただるまとね福袋のセットでね考えてたりするんで、あっという間でなおちゃんね。はい、あと2ヶ月ですね。うん、今年どうでした、なべちゃんとしては。今年なんかでも、この間僕ライブでも話したんだけど、失われた感は多少僕はあるんですよね、今年また。今年失われたんです。失われたって言ったらあれだけど、はい、なんかもうあっという間に1年終わっちゃったっていうか、はい、特になんかあったかなみたいな。なんか3月にさ、はい、東北行ったじゃん。はい、フィッシングショー。3月だっけ。そうですね。そこから、なんかパッと、なんかいつまでかこの11月になってるような気が。しないですか、俺だけかな。結構いろいろありましたけどね。まあ、あったけどね。はい。うん、いや、あとさ、蚊が発生する時期がちょっと少なかったような気がしてない。ここでこの間撮影した時に、はい、蚊がたくさんいたじゃないですか。はい、今年なんか蚊がなんか活躍する時期が少なかったような気がするんですよね。確かに。急にずっと暑かったですもんね。ずっと暑くて急に涼しくなった、ね。うん、いやーこのねセーターねおすすめなんで、数少ないんでね、ぜひ優秀してみてください。今日ねだからライブの代わりにこの動画をお届けしようと思って今なべちゃん撮ってもらってるんですけど、そうですね、来週ですね、来週予約開始してもいいかもしれないですね。まあいろいろ 71S パンタとかそのあたりもあるんですけど、とりあえずこのカシミヤセーター VIP 会員、初めてですね、 VIP 会員のみ。まあもちろん VIP 会員さんだけで予約が全部埋まらなかったらノーマル会員っていうふうにいきますけど、まあ、VIP 会員って大体ね30回以上買ってくださってる方大体ね、平均すると、はい、うん、まあいろんな設定があるんだけど、でもあれすごいことだよね、なべちゃんね、このそんな話したけど、要は同じショッピングサイトで30回以上買うってなかなかないもんね。そうですね、ないよね。はい、すごい人ってもう2000万ぐらい買ってるでしょ、うちのサイトで。そうかもしれない すごいよね、まあ、1000万は絶対いるじゃん、何人か、はいはい、
2000万ってすごいよな。で、50回とかなんか結構いるし、100回とか余裕でいるでしょ。そうですね。ね、本当ありがたいことっすよね。はい。あ、だから本当すごい方で会いたい人結構、ね、僕いるんですよね。この人とこの人とこの人っているじゃん。はい。買い物してくれてる人、その人リアルで会ってみたいなっていう人がいるんで、ちょっと自分のことかなと思う人はいつかミーティングしたいと思うんでよろしくお願いします。ほんとなんかね、こういう仕事を長くやってると、まあ商売だから利益を出してどうだとかっていうことが当然あるんだけれども、最終的にはっていうか、もうほんの数年でそういうことに気づくんだけど、誰かに喜んでもらったりとか、あとはその人たちに感謝を伝えられたかどうかっていうことにつきますね。ということで、ありがとうございます。それでは。